続いてはズームアイのコーナーです。では今夜のゲストをご紹介します。今夜はジャフ群馬の野間口卓美さんにお越しいただいて、この時期にぴったりの話題です。うん、大雨時の運転の注意点についてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 ちょうど昨日の夕方ぐらいにも大気の状態が非常に不安定でゴロゴロとなってましてすぐに雨が降ってきましたが、はい、あのこういった時期は車を運転すると道路がこう冠水していたという、ね、経験も少なくない方もう本当にいらっしゃるかと思うんですけれどもまずはこれ、野間口さん、どんんなことに気をつけたらいいんでしょうか。今回は JAF で,、ね、で実施した冠水路走行テストの映像がありますので、うん、それを見ながらご紹介していきます。はい はい、えー、こちらは水深60センチの冠水路をセダンタイプの車で時速10キロで進んだ実験映像です、うんうん、冠水路に入ってもしばらくは進み続けます、うん、深さありますけど結構進みますね,ねはいしかし31メートル地点のスロープに差し掛かって車は停止してしまいました<ー>実際にこのように停止してしまった場合は車から脱出しなくてはいけませんよねはい 水深60センチですと若干力は必要ですが、うん、このようにドアを開閉することは可能ですはい。万が一こうした場面に遭遇したら落ち着いてドアが開くうちに脱出しましょうほうあのその後実験では車を引き上げて点検も行ったそうですねはい点検ではエンジンをかけようとすると、うん、今から出ていきますが、はい、勢いよく水が 出てきました。<ー>このような形です、ね。空気の取り入れ口から。エンジン内部に水が入って。停止してしまったと考えられます。うん、なるほど。貴重な映像をご覧いただきました。うん、はい。梨田さんも冠水で怖い思いされたことあるんですよ、ねえー。そうなんです。私も、の、まさに、こう。冠水の中に。こう、はまってしまったというか。うん、そして、脱輪をしてしまって。はい エンジンがまさに止まってしまったという怖い経験があってドアを開ければという話だったんですが、はい、ドアも開けられないくらいの怖さでしたからちょっとこの映像を見ただけでもかななりり怖くなりましたね映像を見ていますと、うん、やはり冠水した道路は、はい、むやみに進入しない方がいいということですよね。おっしししゃるるるとりでしてて、はい、車のの水被害が起きる原因として、うん、まず挙げられるのが 換水路をエンジンが止まるまで無理して進んでしまうことが挙げられますまた夜間の大雨時にドライバーが周りの状況を確認しにくい際にそのまま道路に侵入してしまうというケースもあります動画の通りどんなにゆっくり走ってもエンジンに水が入ればエンジンは止まってしまう恐れがありますので、うんうん、換水路に遭遇したら安易に侵入せず迂回をしてくださいいやまさに こう私もそうで、はい、やっぱり夜だったんですよね、でそこで冠水してきて、あれ、水が溜まっているなと思って、こう引き返そうと思って、周りがやはり見えないので、はい、速攻にこうタイヤが取られてしまってっていう状況だって、はい、まさにそうですよねあの、冠水に注意した方がいい、この道路の特徴なんていうのはあるんですか一般的にはアンダーパスや地下道、また川沿いの道路にも注意が必要です。なるほど、うん 県内ですと具体的にどういった場所で注意が必要でしょうか、うん、はい、えー。今回は三箇所をご紹介しますほ<う>まずは、えー、インターチェンジ周辺のアンダーパスです、うん、こちら高崎インター周辺ですが水深が深く特に夜間は市街地に比べて暗いため、うん、深さがわからない、うんえー、注意が必要ですね、はい、ここも通ったことはありますね、うん、いい続いては 続いてはこちらですね鉄道駅周辺のアンダーパスということで、はい、写真は新前橋駅近くの石倉アンダーパスです<ー>この道路は県道前橋高崎線で比較的交通量が多いのですが、うん、このように普段使いする道路でも冠水が起こりうるということを覚えておいてください、うん、前橋から高崎に向かう際などによく使いますけれども、はいはい、本当にねよく使う道路ですが注意が必要な場所あるんですねはい 続いて三箇所目に注意が必要な場所、どんな場所でしょうかはい、こちら写真のように川沿いの道路なんですが、うん、前橋市の国体道路も大雨時注意が必要です、はい、こちらは利根川に沿って走る道路ですので増水の危険がありますね、うんうん、また運転席から遠くを見ますとですね、えー、橋の下は浅く見えるんですけどもはい。はい でも実際に行ってみると結構、水深があったなんていうこともありますので昼間でも注意をしてください。うん、まさにここもね、会社から県庁に行くときなんかにはよく使う道路ですけれども私、これ、三住さん今日この看板見ましたからね。でもなかなかこういう看板って目には入ってるんですけれどもよ,、ね、よく読んでなかったりするんですよね。そううですね。やはりこういった看板 のある道路というのを、ね、頭に入れておく必要がありそうですさあ野間口さんこのほか大雨時の注意点というのはあるんでしょうかはい、はいえー、他にも、うん、やはり山沿いや傾斜地も注意が必,必要ですね土石流や崖崩れなどの土砂災害が考えられます、うん、特に過去に崖崩れなどがあった箇所は注意が必要です、うん、大雨の際には無理に近づかない 走行しないようにしましょうもう一つえ、車の点検も大切ですえ、ワイパーのゴムなどを劣化することで拭き取りの際にムラが発生してしまうそれによって良好な視界が確保できない危険性があります日頃からお車の点検もしっかりと行いましょう 私も先日ちょうど車をガソリンスタンドに持って行ったときにワイパーのゴムが劣化していますよと指摘されて変えたばかりなんですが日頃からやはり車両の点検というのも大事になってくるんですねでは最後になりますけれども改めてこうテレビをご覧の皆さんにこんなところ注意してほしい呼びかかけもお願いできますか、はい、え先月末、群馬県内で大雨が降った際には JAF のコールセンターに冠水路を走行した後焦げ臭くなったというお電話や バンパーが浮いて外れかかっているといったお電話も入りましたこのような状況にならないためにも運転時特に大雨の際には注意をしてください改めて近くの道路に潜む危険なども確認をしてみてください今夜は JAF 群馬の野間口匠さんにお越しいただいて大雨の際の運転の注意点などについてお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました 以上、ズームイをお送りしました。